21日、フィンランド警察は、南東部のコトカに寄港した上海行きの貨物船から、地対空ミサイル、パトリオット69機や150トンの爆発物が見つかったと発表しました。イギリス籍の貨物船ソウル・リバティ号は、デンマークの船舶会社、ソルコ社所有で乗組員32人。今月13日、ドイツ北部のエムデンを出港し、15日、フィンランドの首都ヘルシンキから120キロ離れたコトカに寄港、新たな荷物を積んだ後、韓国経由で上海に向かう予定だったそうです。船から69機のパトリオットミサイルと160トンの爆発物が見つかったと知らされました。フィンランド国家調査局によると、爆発物はニトログアニジンであると発表。25キロ入りの袋に包装され、重さは150キロ。新たな積み荷を搬入中に、作業員が破損した爆発物を発見し、通報。包装には花火と書いてあったそうです。これらの爆発物は押収され、ミサイルはすでにフィンランド国防省に移送されました。フィンランド警察は、国家安全局や税務当局とともに、押収物がフィンランドの武器輸出に違反していないか調査を行っています。新唐人テレビがお伝えしました。